一人でポストしようね。これでビートカフェ7周年海の付近にお越しの皆さん、アローハー。さあ今年もやっておきましょう。アローハー。さあマスターヤギニーさん、おめでとうございます。おめでとうございます。7周年、CD もできたことですので、ですね、おなじみの、感謝系の歌で、ガクガクラブお祝いをさせてもらえたらなと思います。なんかあの1対1ぐらいの人数でもすごいすごいちょうどいいかなっていう、あの次入れ替わる、入れ替わるでしょ、忘れて入れ替わるはい。で、感謝系の歌なんですけども、あのいつもマスターが一押ししてくれる歌なので、皆さん一緒に、してる方もいると思いますので、掛け声、手でこうね、アクションありますので、やってみたらなと思います。で、途中にこうデモ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 ですね、ひっくり返すデモデモっていう、そうそうそう、アロハでいきますか、違う意味ないあ、でもなんか前向きにやってこい、デモデモみたいな感じで、はい、のこれでアロハでよろしくお願いします。で、あとは感謝っていうのが後半にありますので、はい、A と E7 と D です。 A と D と E7 3コード数に戻る、はい、裏切らない、弾けそうな人はどんどん弾いてみてください。裏切らない、こういう進行にしてます大丈夫ですか、はい、今日はですね、ガクガクラブの後、小動物組合、小動物組合、そしてあのビートカフェコミックバンド、これすごく面白いので皆さんぜひご観覧ください。よかったですね、さっきね、リハーサル。ありがとう。ルッキーがそうだ。ルッキーがそうだ。その後ですね、5体不満足コンビがあります。そして林さん、ジプシーブラッドさん、マキマキバンド、カズチンさん、いろいろとあります。で、お兄ちゃんのソロステージもどこかに入れてもらおうかなと思いますので、後ほどソロステージに。どこでもはい、それではガクガククラブで感謝系の歌です。歌はセイコリです。よろしくお願いします。はい、いきます。
中はですね、小動物組合です。慌ててる小動物が、それはいいです。小動物が慌ててる、これ